はい皆さんこんこにちはレクセン人工師の小木原です、えー、いよいよ本試験近づいてまいりました、えー、記述はですね、えー、あちこちで言ってるんですけれども60%を取れば基準点を超えなかったことがありません6割取ればいいわけですね。ということですよいいですか 不動産登記の36問で70%以上の点数取れてれば商業登記半分で基準点は超えますだからですね1枠と2枠があった時に1枠だけ完全に埋まってれば2枠が全く白紙の状態だったとしてもまだ合格の可能性が残ってるだから最後までですね絶対に諦めないで時間ギリギリまで粘ってですね必ず回答を埋めてきていただきたいというふうに思います。 ね、でもう一つ本当はこっちの方が大事な話なんですけれどもいいですか皆さん前日に寝れないっていうことがよくあると思うんですねで、こういう場合にどうするべきなのかっていうことです司法書士試験はたった1日の試験で終わるんですだから一晩くらい寝れなくたって大きな影響はありません大丈夫大丈夫です寝れなくても普通に 受かりますあの。なんかですねよく言われるのがですねたと、えー、え眠れなかったとしても横になって目をつむってゆっくり呼吸しているとかなり回復できるそうなんですねだからそうしてください。やっっちゃいいいけななのは眠れないからっていうんでを解き始めるっていうこ何で駄目かっていうとね例えばねその過去を解き始めた時によく分かってる問題を解こうってやったら。 意味はないじゃないですか。疲労回復できないだけで意味がない。じゃあ、よくわからない問題を解く。疲労回復できない上に、なんと不安も増してしまう。だからダメ。じゃあね、よくわかんない問題を本試験の前日、夜寝れないからっていうふうに夜中を起き出して解いて、ああ、わかった。その論点が出るかってことです。出る可能性は極めて低いにもかかわらず、回復できなかったマイナスだけは絶対に残るわけね。 だから、前日寝れなかったって寝れそうもないっていう場合皆さんがやんなきゃいけないのは横になって部屋を暗くして目をつむってゆっくり呼吸しながらリラックスすることで自信を持って本試験に行くこと択一から解く方が多いと思いますけれども記述、最後ね商業登記解かれている時に時間がなくて焦ったとしても最後まで絶対に諦めないこと以上を心がけていただきたいと思います。本試験頑張ってください